この動画は料理が上手になりたい主婦が疑問やコツを紐解いていく動画です。はい、こんにちは、エイジです。今回のお題はコンソメって何？洋食の味を決める万能調味料の雑学。今まで味の素、本だし、中華だしと旨味調味料やだしの話をしてきましたが、今回は第4弾ということでコンソメ。現代料理においてとっつきやすい洋風だしといえばこれだと思いますが、いざコンソメって何？と聞かれると答えられる人意外と少ないのではないでしょうか。ということで今回はコンソメの雑学を知って今まで以上に料理に有効に使えるようになりましょう。メニューはこんな感じ。まず最初にコンソメとは何かをざっくり紹介。次にチキンコンソメ、ビーフコンソメ、コンソメの種類や生成方法を紹介。最後におすすめ活用料理法を紹介。それではスタート。ではまずコンソメとは何かざっくり紹介。コンソメとは肉や香味野菜、ハーブなどを長時間煮込み塩などで味付けし濾したスープのことを言います。調味料を想像していた人、スープ？と思うかもしれませんが、コンソメとはフランス語で完成されたという意味で、その名の通り調味料や出汁ではなく完成されたスープなのです。よく勘違いされますが、鶏、牛などと野菜、ハーブなどから作る洋風出汁はブイヨンのことを言い、このブイヨンをさらに煮詰めて塩糖で味付けをすることによりコンソメになるのです。ですがジャパニーズ現代料理においてコンソメというと調味料のことを大体指すので、ここからはこっちの話をしていきます。キューブタイプと顆粒タイプがあり、味に大きな違いはないのですが、キューブは個包装されているので湿気に強く保存が効きますが、炒め物や和え物などに使う場合顆粒の方が溶けやすく使いやすいという差別点があります。チキンコンソメのようなあっさりとした内容ですが、ざっくり紹介はここまで。ここからはもうちょっと踏み込んで味の素さんから発売されているコンソメの製造方法や種類について紹介していきます。コンソメと一言で言っても発売されているものはたくさんあります。代表的なのがこの4つ。メジャーな KK コンソメ、KK コンソメをあっさりめにした KK コンソメチキン、KK シリーズよりも濃厚なクノールチキンコンソメ、ビーフコンソメ。原材料などを比べるとそこまで大きな違いはないのですが、基本の KK コンソメと比べてクノールチキンコンソメ、ビーフコンソメは鶏、牛が2倍以上使われており、シチューなどの煮込み料理に使うことでより濃厚なコクが出ます。製造方法を調べましたが、KK チキンコンソメの作り方が分かりやすかったので、さらっと紹介していきます。まず使う鶏肉からこだわっており、僕らが普段食べる鶏肉は若鶏ですが、コンソメ作りに使われるのは老鶏と呼ばれる卵が産めなくなった鶏です。老鶏は身が硬く食用向きではないのですが、イノシン酸という旨味成分が多く含まれ、出汁を取るのには最適らしいです。そんな老鶏の鶏ガラだけではなく、ももや胸などのお肉の部分も同量使い、丸鶏のまま濃厚な鶏エキスを抽出します。抽出したエキスは油分と分け、肉の部分はミンチにして乾燥させ粉状にし、これらを調味料などと混ぜ合わせることであのコンソメが出来上がるのです。お手頃価格で手に入るあの一粒にこれだけの手間やこだわりが詰まっている、さすが味の素さんといったところですね。コンソメの種類や生成方法をさらっと知れたところで、最後にコンソメの有効活用法について。スープや煮込み料理、洋風の味付けで透き通った液体類は大体これで OK です。具材にもしっかり染み込ませた方が美味しいので、煮込む前にコンソメを先に入れておくことが大事です。混ぜ込む料理、ハンバーグ、ポテサラなど味付けして混ぜる料理にも非常にコンソメ合います。コクと旨味がプラスされるので、おつまみとしてポテサラを食べる時などには最適です。混ぜ込む時、顆粒を使うかキューブなら包丁で細かくしてから使ってあげましょう。そのままキューブを入れると悲惨なことになります。最後にパスタ、ナポリタン、クリームパスタなどの味付けとして最後に一振りしてあげても当然美味しいのですが、最近流行りのフライパン一つで作るパスタ、ワンパンパスタなんて言われるやつですね。これの麺を茹でる水に味付けしてあげることでパスタの中まで旨味が染み込みます。このようにいろいろな使い方ができますが、塩分もまずまず含まれているんで入れすぎには十分注意しましょう。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。何気なく使っていたコンソメのことちょっと詳しくなれたのではないでしょうか。洋風だしってなかなか一般家庭で自作することは難しいので、メーカーさんが試行錯誤して作ってくれた調味料をこれからも有効に使っていきましょう。この動画を見てコンソメのこと思ったより知らなかった、洋風だし作ってるところからちょっと興味が出てきたから、タニアンさんの動画見に行こっかなと思った方、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってるのでフォローしてくれると喜びます。それでは、バイバイ。